じゃ今から歯医者行こうか。歯医者行こうか。どういうことですか。え、歯医者行くってどういうことですか。いやもうそのままの言葉の意味分からへんの。なんで行くの。分かった上で。え、撮影ですか。いや俺治療。俺治療、うん、え、俺らは何ですか。え、俺らは何でなんですか。なんかあるんですか。そこに行ったら。いやもう付き添いやろお前ら。なんかあるじゃないやろ。スレションしたことあるやろ。スレションはあるっすけど。スレ歯医者やろ。スレ歯医者って聞いたことない。スレションって連れてったやつもションベンするじゃないですか。いやせえへんパターンもあるで。まあ、あるで。あるっすね。うん、よくマネじゃないですか。いや、髪の毛を。いや、メシとか行って服とか買いに行ってもさ、自分服買いに行ってもあるやん。あー、なるほどね。あるやん。なんで行くんじゃそれ。え、歯見てもらえるっすか。じゃ行ったついでに。うん、僕らも歯見てもらえるんすか。いや、多分無理やろ。予約してないから。そんな暇ちゃうぞ、ドクターは。え、なんすか、珍しすぎないですか、そんな。え、人と行ったことあるんすか、歯医者。え、人と歯医者行ったことあるんすか。ないから行こうとしとんねん。お前さ、予定調和好きやな。同じ商品ばっか頼むタイプ、同じとこばっかデートして最終的にマンネリされて振られるタイプ。そうだ、そうっす。うん、おもんな。そうだったあかんわ。あー、だから平田さん全然行ったことないから俺たち連れて行こうとしてる。そうだ、やっぱ新しいこと挑戦してるのが好きやから、はい、こうワクワクを待っとるわけ。あー、なるほど、ね、それにワクワクできんかったらもう YouTube やめた方がいいで。マジで。いやこれマジやで。あ、これ YouTube に繋がってるんだ。これ試験みたいなとこ、ハンター試験みたいなもんやから。YouTuber にとってのチューバー試験。チューバー試験。うん、第一審査。チューバー。うん、第一審査歯医者についていく。うん、だからその普通じゃないこと、非日常を楽しめるやつじゃないと生きていけんからここから先。なるほど。行きましょうか。いや全然いいですけど。歯見てもらいたいな。ついでに。ワンチャンあるっすもんね。まあゼロじゃないで、ゼロじゃないで。まあでも。もちろん。こう言ってて多分。お客さんがなんだかんだこう言ってずっとなんだかんだバーイって多分一人で行くの嫌なんですよ。ああ、そういうことですか。いや邪魔が多い。あ、分かった行った方がいいわ。多分松尾門があるで。ああ、歯医者を口実にね。それはね、本当はもっとでかいことが。まあそれはそうよ。だって2人も連れて行くわけやから。まあとりあえず行こうよ。帰りビトンとか連れてってくれるかもしれない。オッケー、とりあえず行こう。まあそうっすね。タクシー捕まえて行こう。そういう時は万場違いないね。結局行きます。ちょっと遅刻組やから急いで。オッケーで、急いで頼むで。俺のせいなんすよ。そりゃそうやろ。うん、ちょっと待ってくださいよ。運転がな、ちょっと。うん、ちょっと歯医者行く前ってさ、あんま気持ち上がらんやん。うん、上げろよって話よな、周りが。やっぱそこよな。あ、歯医者行く人間を盛り上げようぜっていう、うん、そういう風が作った方がいいと思うよ俺、ほんまに。確かに名前もなんか負けてるみたいな感じもあるっすもんね、なんかなんとなく。まあでもさっき日川さんタクシーで行くって言ってたんですけど、急に車になったから多分遅れたんですよ。なんでその気分を盛り下げようと言うするん。今盛り上げてってヒカルさん言ったのにさ。違う。そんなん言ってじゃあ時間早まるん。その盛り上げようとしてる人間の気分を下げたのはヒカルさんじゃないですか。だって下げてきたの。もうこれ悪循環ですねこれは。完全にそんなん言い始めたら絶対盛り上がらないもん。この会話の先何もないですもんね。うん、そういうことやめてほしいなとは思っとったよな俺は。うん、やっぱ盛り上げるって言ったら歯医者っすよね。うん、そのどうなんですか、その今日はあれじゃないですか、強制じゃないって言ってたじゃないですか。なんか強制をやるにあたって、はい、なんか歯をなんかちょっとなんか位置をこう変えてほしいみたいな、なんかこう変えてもらわへんかったらなんか歯動かしにくいから一旦歯医者行ってくれみたいなやつでもう行かなかんねん。え、同じ歯医者ですか。でもそれ、いや、なんか消化しまったとか。そう、大事な治療なんですか。そうこれをやってらへんかったら矯正がスムーズに進まへんみたいな、こっから先。そのレベルで絶対にやっとかなあかんみたいな。ちょっとだるんやな。まあ30分ぐらいで終わるんじゃない。でも言っても30分で終わるんですか。それが多分終わると思うで。うーん、なんかそういう今まで注射とかそういうので怖いとか思ったことあるんですか。今まで歯医者あんまないな。歯医者結構余裕かも。俺一回めっちゃ痛い経験したんですよ、歯医者。なんか自分の話になるんですけど、歯の虫歯あるじゃないですか、うん、あれちゃんと治療しきってないまま塞がれて、ああ、はいはいはい、で急に鼻のいがむぐらい腫れ上がって。鼻が、そう、もうめっちゃ歯茎が腫れ上がったとか、鼻がいがむぐらい、もうえぐいぐらいなんか腫れ上がって、それ行ったら虫歯治りきってないまま塞がれてるんで、で塞いだあなたたち根っこがやられたパターン。あ、そう、それでもう一回薬で外に出して、あるな、そういうので、なんか麻酔して切り開いて押し出すんですよ。それめっちゃくちゃ痛すぎて、その日バイト休んだんですもん。痛すぎて前歯の注射めっちゃ痛いんやな。あー、前歯の注射麻酔っすか。麻酔めっちゃ痛い。前歯の歯茎っていうか痛いんやな、めっちゃ。涙出そうっす。1回だけ過去にあって死ぬほど痛かったな。奥歯とかこの辺はもうあんま言って気づかへんぐらいの今痛みないって。やっぱ、うんうん、大したことないやん、言っても麻酔、うん、すぐ効くし。痛みには強いんですか。結構口の中やったら大丈夫やな、見えへんし目視できへんやん。確かに猿とかどこか分からへんみたいなレベルやん。
まあそれも我慢するしかないしな、まあ、そうっすね、まあ、そこ寝転んだ以上ほんまにそうっすね、うん、やっぱやめてくれってならんやん、うん、どうせ、うん、どうせやらなあかんねやからてか歯医者の人を盛り上げるっていうのむずすぎやろでもなんかこう技術的に、はい、もう多分一生こう芝できひんようにとかできると思うやんほんまは。ああ。でも多分歯医者がこう上がったみたいな商売。ああそうですね。だからこれ多分な。いやそれ思いますよ、うん、結構何でも。やったらなと思って電球とかも一生切れへん電球作れるらしいもんね今。いやそうですよね。そうでも切れへんかったら電球売る人が一生その電球使われるから。そうそうそう。そうだから 何年か周期で電球が切れるようになっとうみたいな、うん。聞いたことあるから。気づいたら世のためよりその自分が商売するために残しますもんねそれ。実際だからめっちゃすごい薬とかあったとしてもそれ世に出回れへんよな、うん、それが出たら他の薬いらんなってまうからそうっすよねそういうのは絶対あるよな、まあ、言ったら今も高齢化がね問題視されてるからそんなんやったらもう余計高齢化進むみたいな風に考えるでしょうね多分、でも年取るってやっぱじわりじわり迫ってくるから、うん、気づいたらもう30代になっとったしな俺も確かにそうっすねなんか昔の俺のやっぱイメージで30代ってもうおっさんってイメージだったわけ、はい、30まだまだ先やしまあいいかって思ってたけどやっぱいざ30迎えてみたらなんかもうこんな年かって思うけど、うん、40もだからすぐ来るんじゃないかなっていう確かになあっという間にそうやな早いやろ早いっすね、うん、マジでなんか20そうそうそう20代超えてからなんか多分あれやな学科小中高とか学校変わったりとか、うん、そういうのがあったから全部新鮮で変化あるからなはいやったっすけどもう全部慣れてくるんで全部についよなしかも思ったじゃなく結構現実突きつけてくるじゃないですかやっぱ年取るにつれて、うん、なんかその夢とか見なくなってくるし結構その金銭面とかそういうの真面目に考え出したら結構そうなってくるよなと思いますけどねなんかまあでも体力的な衰えは今んとこ感じてないけどあそれはもうそれマジ元気っすよねまあでもなんかどっかでやっぱ衰えとんやろな間違いなく今んとこあんまないけどな感じないですけどねあんまり、うん、あの気持ちは若いからじゃないですかなんか結構そこ大事だと思うんですよそのでもなんかみんな言うやん35超えたら結構感じ出すみたいなあそこラインらしいな一つの30超えたって40だもんな40なったらやばいなまあでもなってみんな分かんないですけどね、うん、意外と、まあ、40なった時は全員30以上になってますからね確かにガチで40なった時はもう多分 YouTube 界めっちゃ変わっとるでめっちゃ変わってるだってもう8年後とかやでやまあもう8年経ったらもう多分今おる YouTuber の多分9割おらんでそうっすね俺が思うに8年は、うん、8年は絶対おらんと思う9割、うん、9割おらんなると思うそれぐらい変化すると思うで、うん、すごい変化が生まれるやろな1年でめっちゃ変わるやんだってそうっすよ本当に1年間ってすごいからな特にもう2年なんてだったらもうほとんど今のおすすめなんとかも全然違いますもんね、うん、もう別世界やろうんマジで別世界っすようわあの人たちも一生やってんねやろなっていう人がもう急に辞めたりしてるんでうんそうやねんな怖い世界ないやそうっすねほんと人気商売ってほんまそういうとこあるからなうんそう続けんのがほんまに難しいと思う人気商売は難しいですねしかもそのなんかファンが飽きる動向もあるかもしれないですけど、うん、やってる側のなんか精神面も結構まあそれはでかいなそうっすよねなんか目標見失ったりとか、うん、病んでいく人多いからな多いっすよ続けてこと結構その投稿者側のメンタルがやられてそれがやっぱ視聴者に伝染してこう終わっていくっていうパターン、うん多いもんなアンチはいないけど数字が取れなくなったら病んでく人やっぱ多いっすよね、うん、アンチに叩かれて病むとかじゃなくて、まあ、それに叩かれてなくても一人でもアンチコメントしてきゃそれを見て回る人っておるからなあまあいますね、うん、ほんまにちょっとでもな気にする人は気にするからマジでメンタルのスポーツやなそうっすねこれはもはやメンタルの仕事やと思うメンタルゲーっすねうんメンタル弱い人は絶対 YouTuber 目指さない方がいいと思ういや思いますよマジでほんま軽い気持ちでやらん方がいいっすねうん絶対思ってる以上に難しいランキング職業をトップ1位にしてもしてほしいですもんマジでなんかそのいやでも間違いないと思いますそれは、うん、やるまでマジでわからないやらないとまああと保証がないなその将来の間違いないですそれほんまに思うなんかこう最大瞬間風速でめっちゃバンっていったところで、はい、10年後ここにおる確率ってめっちゃ低いからな低いですねでももう絶対落ちていくからな10年絶対無理っすそう見たことないですもん、うん、それってよっぽどやもんな、うんもうだってさ現状5年間ぐらい最前線でおる YouTuber って5組ぐらいで多分まあそうですねこんだけたくさんおる中で5組ぐらいしかおらへんって考えたら確率めっちゃ低いでめちゃくちゃ低いです、うん、どう考えるとな厳しい世界ではあるよなうん面白いけどでもマジで10年後とかさほんまにこうテレビを見て育った人じゃなくてもう YouTube を見て育った人ばっかりになるわけやんそうですねほんまにちっちゃい子とか見ても思います今よりも YouTuber を目指す人の数が増えとうからやばいんですねほんまに、うん、マジでなんかほんま学校のクラスの5人から10人ぐらい YouTube チャンネル持ってるみたいな、うん、そんなレベルないそうな気するな全然、うん、めっ
ちゃくちゃより強だから今ですらもうなんか YouTube 時代来とるって言われとるけど、うん、多分10年後もっと大 YouTube 時代来とる感じあるよな。うん、あれっすね。今が俺らまだレイリーの世代っていう、あーゴールドロジャーの世代で今が実は、でこっから10年後にあルフィがイーストブルーでスタートするっていう可能性あるからな。確かに、まあまあまあ確かに、うん、言ったら歴史で言ったら先駆者っすもんね、うん、全然、そう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 、その時はじゃあもうレイリーならもう引退してるんですね。そうだからその頃に俺らは4校とかのレベルになっとんじゃん。10年後に今おるトップ層が4校みたいに言われるような存在になって、うんうん、イーストブルーで誰かがスタートするっていう、あそう、それぐらいになってそうやな歴史的に見れば。だって言ってまだ10年ぐらいで YouTube の歴史って、そうっすね、めっちゃ浅いで、浅いですね。だって宮迫さん芸歴30年とかやで、やばない？確かにそう考えたらやばいですね。いやそう考えたらやばいや、やばいですね。そうだってこっから20年やで、確かに20年ってやばない？芸人のそういうのもでも考えても確かにめっちゃ歴史浅いんやで YouTube、 しかもあの人30年やってまだ YouTube 今からやってんで、確かにやばない、やばいですね。それって俺らがあと20年 YouTube やった後にそして TikTok やろうみたいな世界観やで、確かにやばない、やばいですね。バイタリティエグいで、そう考えたらやばいですね、うん、確かに。いやそう、そういうことでほんまに30年間やった世界を一旦置いといて別のことするって、うん、すごいチャレンジ精神だと思う。すごいですね、そう考えたら。だから俺らもいつかこう YouTube が衰退していって YouTube 自体がもうダメになるっていう、うん、そうなった時に年取ってからでも違うところに飛び込めるのかっていうのも問われるよな。確かにそうですね。そう YouTube がなんかバイト出てくるかもしれん。うん、まあみんないろんな人がいるから、うん、プライドがあっていけんかったりとかも、うん、でも10年経ったら絶対なんか SNS 出てきとうからな。うん、間違いない、うん、だって10年前って多分インスタ、TikTok、YouTube ほぼなかったやん。ないっすね、うん、今の主流ないっす。でもそれが今ポンポンポン出てきたわけやんか、はい、で10年後、まあ、なんか出てきたよな、まあ、Twitter、インスタ、TikTok、YouTube に次ぐ何かが出てきたよな多分。確かに、まあ、クラブハウス一瞬来たけど、はい、結局まあまあシュッて終わったから、うん、言っても5、6年とかじゃない？そうですね、イメージは。次何が来るのかむずいとこやな、まあ、でもそれを開発しようとした人が絶対おるからな。いますね、 SNS の覇権を取りに行こうとする天才がおるから、うん、そういつの時代もそういうもんやからな。陰で天才がな、うん、本気出しとるからな。今もやってるってことですもんね。そう、今も仕掛け、うわ想像つかんなマジで。いやマジで新サービス生まれるんやろな、まあ、またスマホとかもだから空中で触れるようになるってことですね。画面が浮き出て、うん、言ったらよくあるじゃないですか、このあるなアニメとかやったら、もうそういう世界線になっていってもおかしくないよな。うん、まあ、そうですね、うん、まあ、今だって車で行ったらこのフロントガラスにメーターが映るっていうのありますか？ああ、あるな、だからナビとかも、そうだからもうこういうメーターとかじゃなくてフロントガラスにもう文字盤が表示されてるんですよ。すごメーターとかだと見にくそうだけど逆に、まあでもなんかまっすぐずっと見てすぐ見れるじゃないですか。あ、なるほどね。そう、走りながら透けてるんで、それも見えるし、そういう時代になってくるんですか？メガネかけてスマホを知れてるみたいな。あとはもうエグいゲーム出てきてるんですけど、ね、うん、ほんまにソードアートオンラインみたいなのもフルダイブ型のヘッドギアつけて全身神経通ってるガチでちょっと痛いみたかったりとか、はい、マジありそう。まあ、絶対研究しよう人おるもんな、まあ、絶対いますね。なんならもういつ発表するかみたいなとこまで行ってそうっすけど、ほんま、そう考えたらやばいな。やばいですね。てかやっぱこのコロナが流行ったこともさ俺やばいと思っとって、はい、まあ、俺なんて31年間生きてきてコロナみたいなやつと無縁で生きてきたわけやんか、この何十年間。そうですね。それが急に流行ってさ、もう今もう当たり前やっとるやん。でも俺多分3年前とかで考えれへんで、全く考えない、ね、俺3年前の自分が今後コロナウイルスが流行るねんって言われても信じれへんと思う。信じないですね。そんな流行るわけないやんみたいな、うん、それがもう今もう流行ってしまったから、当たり前にみんなマスクつけるのが当たり前ですもんね。そう、そんなん考えれへんよな。いやすごいっすね、そう考えたら。昔マスクつけどうやつなんておらへんかったやん。はい、いなかったっす、ね、変装用やんもうマスクって。だって俺ら言われてましたもんね、なんでマスクつけてんのって動画で。うん、それが今やもうな、マスク時代が来てな。いやー変わりすぎっすよねこの数年で。マジでだって今のほんまに子供なんてもうそれが当たり前になってるわけですもんね、うん、逆に言ったらマスクつけて外出るのが当たり前、手洗い具合怖いよな。だからもう1年後2年後3年後なんてもう予測もつかんわ、どうなっとるか。急に来たもんなマジコロナ、なんじゃそれってなってたらもう、うん、だそういうウイルスとか災害とかもなんか地震もなんか来るとか来るへん、怖いとか言われるやん、ずっと言われてますね。南海トラフが来るみたいな言われたりとか、うん、もうなんか何来てもおかしくないよな。うん、まあ、ネット自体も変わっていくし、こう世界情勢自体が変わっていくし、だって言ったらもう戦争も来てますもんね。そう、今もその戦争なんてもう終わったもんやと思ってたしね俺らから、はい、もう今更するやつおらへんやろと思ってた、はい、今普通に起きとうから、はい、これはな歯医者行くしかないな一旦結局一回ね、うん、一旦頭冷やそう、歯医者行って歯直さないとね、まあ、大事ですか、まあ、僕も矯正してたんでね、中学校から高2ぐらいまで。じゃあ着いたんで行ってきます。僕らもう待ってたらいいですか？待っとけやそら、当たり前やろ何聞いてるんですか、ね、何聞いてくんだ本当に何言ってるんですか、ね、帰りたいんですか？
そんなこと言ってない別に。いやそこまでついていった方がいいんかなって お見送りとしてね。何を言ってるんですか。この車まで。お前クソガキはこっち向け。おいクソガキ。あ？お前加減せよ。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 ヒカルさんが歯医者行くってなったら待ってるのは当たり前なんですよ。うん、そうなんか買いたいみたいな。お前ついてたことないやろ。ん？ついてたことないやろ。ありますよ。嘘つけ。何回こっち見ろこっち見ろこっち見ろマスク外せじゃあ。シュプラス入って何回目だと思ってるんですか。俺がヒカルさんの歯医者ついていくの。嘘やろ。ほんまですよ。何でそんなしょうもない嘘つくん。本当。目笑っとんやって。ほら。嘘つくなお前。ほら笑っとるやん。正直言って。歯医者は初めて。ほら。ただ。そうやん。当たり前じゃ当たり前じゃないでしょ。でもこういう見送りは謝って。何回もあるんですよ。謝って。本当に。謝って。謝ってじゃ。よど。可愛く謝ってじゃ。よど。ごめんなタイのキッシン言うやってじゃ。ごめんなタイやって早く。絶対や。なんで？ごめんなタイ。許す。ええ加減せよお前。お前加減せよ。お前ええ加減せよ。引き殺す。いやこっちなんだよな。それできるの。ハンドル誰が握ってると思ってんだ。ええ加減せよ。俺の真似すんな、ええ加減せよ。はまんな。ええ加減せよ。すぐはまんな。ヒカルさん待っとるときに、ヒカルさんの今日さ、メインちゃんでやった、マイスさん褒めるとこしりとりを、ヒカルさん褒めるとこしりとりでやろうよ。二人で？二人で。え、何？これやりたいな。二人それおもんない。ええ加減せよ。しりとりやろうよ。いいよ。で、どっちから行く？俺から行きます。はい、10秒以内ね。1秒 !10 秒、10秒。なんで1秒なんか喋れんやろ、他。いい余裕でしょ。0.5 秒でもいいよ。じゃあスロケちゃんねとか俺10秒ななんでな10秒でいいやんもん弱いんやから全部いきます。はい、え、お前いいんすか。いいよ全部ブレない。ビビっとんな。ブーで言ったらどういうこと。ブレない、うん、なん勇ましい。いい感じのイカレ具合。、はい、10 9 8 7 6。いい感じの5 43 天才2いい感じの天才。